はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回の、ね、企画なんですけれども、はい、秋の特別企画としてですね、はい、ロサンゼルスハワイのですね、お散歩企画をやってるわけなんですけども、ね、今ねちょっとねこんな感じでね、はい、ちょっとお化けでも出そうな感じのですね照明を当てております。はい、こんな感じでね、はい、携帯でね照明当ててるんですけど、はい、周り真っ暗でございます。でね、私今どこに来ているかと言いますと、はい、タンタウロスのですね丘というところに来ております。でですね、今回なんですけども、もうハワイ2日目ということでね、やっぱりね欲しいのはね美しい夜景が欲しいなと思って、でね今ですねこのタンタウロスの丘というですね、もう絶好のねもう最強のですねこう夜景が見えるというところにね、来ております。というわけでね、もうねこのね時間もうかなりね暗くてね周り真っ暗で電気がない、はい、つまりですねこの私の携帯の電気がない限りですねもう真っ暗になってしまう。ちなみにですね、はい、この電気消すとどうなるかというとこうなります。はい、このような感じで真っ暗になります。はい、お化けですみたいなねのね感じになるんですけども、はい、ここでね早速なんですけども、はい、このねワイキキのですねすっごい綺麗な夜景が見れるということで、早速ですねこれを見に行ってみたいと思います。でこのねタンタウロスの丘なんですけれども、実はねなんていうかね、あのね来るのすっげー大変なんですよ。だからねもう車がないとね結構しんどいです。はい、なのでここに来るときはですねぜひね、まあ、車で来るか、もしくはですね多分ねツアーとか多分あると思うんですよね、夜景ツアーみたいなやつって。例えばさニューヨークでもあるんですけど、はい、そんなことよりも早く夜景見せろというんですね、言われそうなので、では早速行ってみたいと思います。はい、真っ暗なんでね、はい、こうやってね電気を照らさないとですね、本当に怖くて何も見えないという感じでございますね。はい、それではですね、だんだん目の前に広がってきましたこのワイキキビーチのさ夜景やばいねそれではですね早速ですね、ご覧いただきたいと思います。ワイキキの、夜景でございます。ほらこれやばいね。この辺のビル群とか結構綺麗。うわすごいね。野球場ありますね。この辺はやっぱほとんどホテルかな、やっぱりね。いやでもこの夜景はやっぱすごいね。こうやってね拡大するとね一つ一つのビルがちゃんと見えるんですけども、これをねダーッとねこうやって引いた時のねこのねビルの夜景がねやばいねこれすごい綺麗。でもやっぱ高いビルがあるのってワイキキだけなんだね。こうやって見るとすごいね。この夜景ですよ。おお。これは綺麗だ。はい、というわけでね、いかがでしたでしょうか。このタンタラスの丘、タンタウロスじゃなくてタンタラスの丘でございましたねもうね名前がねよく分かんなくなっちゃってはい、というわけでね、今回のですね動画なんですけれども、このタンタラスの丘から眺めるはい、ワイキキの夜景をお楽しみいただきました。いかがでしたでしょうか。もしね今回の動画良かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた。